こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日は、1月の14日の金曜日であります。今日の、閣議後の記者会見で、鈴木俊一財務大臣が2025年度に基礎的財政収支、いわゆるプライマリーバランス PB ですね、の黒字化を達成するには、社会保障など歳出改革が必要という見方を示したと、財政再建の旗を高く上げるとも述べたということで、政府の方はですね、25年度の黒字化目標、これもともと2020年度だったんですけれども、安倍政権の下で5年先送りするということになってるんですが、その先送りの2025年、黒字化目標は不変であると、こういう趣旨の発言があったわけです。合わせて、そのこれからこれからのですね、経済、普通にやっていってもですね、税収が伸びていくというような形の、この将来の見通しもですね、発表しているわけでありますけれども、私は昨日実は、事前に、党役員ですので、この話を聞いていたんですけれども、絵に描いた餅ですね、未だにまだ絵に描いた餅を続けていってるんですが、そもそも今年ですね、税収が非常に伸びたんですよ。で、なんで伸びたのかと、その原因はですね、はっきり言いまして、大幅な歳出増、その下のおかげで実は税収伸びてるわけです。で、これはコロナ禍においてですね、経済支援、しました。金融支援もそうですし、このいわゆる、協力金など、莫大なお金、特に雇用調整助成金なども、随分、出しましたから、いわゆる倒産とか失業とかいうのは、かなり世界的にも、低い水準で推移することができた。それがですね、景気の下支えとなって、引きこもり需要などでですね、結局税収は、想像以上に、伸びたというのが原因で、まさに財政出動が税収を伸ばしたという、その関連性もはっきりしているわけなんですが、そのことをですね、全く見ないで、歳出削減をして黒字化目標を達成しようというのは本当にもう、これ財務大臣は財務省の役人の書いた原稿を読んでいるわけですけれども、未だに分かっていないなということなんですね。で、昨日実は財務省がそういう説明しに来ましたので、もうあなた方もいい加減にもうまともに物を見ないとダメだよと。で、そもそもですね、これ私の週刊西田の方にも、挙げておきましたけれども、今やこの地方銀行がですね、地方銀行だけではなくてですね、いくつかの銀行、都市銀行も含めて、国債、個人国債の、この宣伝のホームページでですね、国債は、日本国政府が、この元本、金利とも払うということになっていて安全な資産ですが、日本国政府の、信任状況の移管によってはですね、利息や元金払いが遅延したり遅れたり削られたりというリスクもありますと書いてるんですよ。これありえない話ですね。つまり利息というのは元利保証ですね、政府がしている安心安全な資産ですと言って財務省のホームページにはそう書いてるんだけれども、それを売る側のですね、この銀行側のホームページにはリスクがありますと書いてるんですよ。で、もちろん一般論としてですよ、一般論としてそういうリスクを書くのは分かりますけれども、日本国政府が発行している国債についてですね、そういう元金の、遅延や支払いが遅れるということをね、それもありえないんですよ。で、それで、それを私がですね、週刊西田で、この質問投稿で気がつきましたので、その、週刊西田でその件は述べてますけれども、同時にすぐ財務省を呼びましてね、こんなことになってるけどどうなってんだと、金融庁も呼びましてそのことを言ったら、彼らもと唖然としていたんですよ。ですから当然のことながら、こんなことありえないと、銀行にしっかり指導するという返事がですねもらえると思っていたんです。これは昨日財金部会がありましたから、そこでちゃんとその報告をしなさいと言っていたんですが、こともあろうかその財金部会でですね、彼らが言ったのは、もともとこれはこういうことを地方銀行が書いたのは、矢野事務次官がああいう、くだらない発言をしたことによってですね、そのリスクがあると、氷山にぶつかって沈没すると矢野次官が言ったから書いたんじゃないのかということを言ったら、そういうことはありませんと。実は、これはですね、
5年前から5年ぐらい前から、この、担当者、これ横浜銀行ですけれども、書いてるみたいですと。ですから矢野さんに言われて書いたわけじゃありませんと。まあそれはいいと、それはいいけど、ともにかくこんなことを書いていたらですね、全くダメだろうと言ったら、その時にですね、いや財務省側は予算委員会や国会の答弁でも、政府の信任が、崩れてきたら国債の、そういう危機が訪れるということは答弁してますんでと言うから、君たちは本当にバカかと、ね、それは政治の場の一般論としてそういう話をするのは分かるけれども、今現実にこの国債を売る、そういう業務に携わっている銀行が市場に向かってですよ、これは政府の状況以下によっては支払いが遅れたり、元本が割れたりするリスクがありますなんてことを放置していいのかと。で、例えて言えばですね、かつて、これは十数年前にですね、外国の格付け機関がですね、日本の国債、まあ、その時は国債残高が GDP ぐらいあったわけですね。こんだけ国債残高があるとこれはもう返済不能になるんじゃないかというので格付けを下げたことがあった。その下げた時に時の財務官であった今日銀総裁の黒田さんがですね、これとんでもないことをやっていったと。で、これはドルや円などのような自国通貨建ての国債 でこの返済不能になることは、ね、ありえないと、ね、そのどういう理由で格付けを下げることになるのかと、またどうして、そういう、リスクがあるという話になるのかと、しっかり説明しろという抗議を出して、それもまだ未だに財務省のホームページに載ってるんですね。で、それは外国の格付け機関でも本当にいい加減にしろですけど、日本のしかもですね、日本 の地方銀行が日本国政府の国債にリスクがあるなんていうことをですね、まあ、言うこと自体間違ってるし、ね、そのものを放置したらですね、市場を混乱させることになる。で、そういうことになったのも財務省がまさに起きもしない、破綻というのをですね、さも起きるかのような、要するに狼少年発言を繰り返しやってきた結果ですね、結局この銀行の業務をしている地方銀行ですらですね、国債にリスクがあるというようなことを書き出してしまって、まさに自分の、自分で自分の、墓穴を掘ってしまっているんだと、ということを、まあ、厳しくこの自民党の部会で私追及しました。で、彼らも全く答えられないんですね。で、そこに、政務三役である財務大臣政務官、それから金融庁を所管している、内閣府の副大臣が来ていましたから、彼らもその、話を聞いてびっくりしてましたね。これは我々ちょっと全くそのことを西田先生が指摘されていることを知らなかった、財務省の答弁はこれおかしいと、引き取りますということで、まあ、あと引き取ってどういう、まとめ方をするのか分かりませんけれども、いずれにしましても、この財政が、国債が破綻するというね、間違った論法を繰り返して言ってきた結果、この国債にリスクがあるなんていうとんでもないことを、この結局ですね、銀行自身が言い出してしまう。要するに銀行は、政府に代わって個人向け国債を売り出す、窓口になるわけですよ。その窓口で国債買ったらやばいですよと、そんなことありえないでしょと。そしてもう一つ、これ事実として申し上げるとですね、日本は、戦争敗戦で、たくさんの戦時国債を、背負ってしまうということになりましたが、この国債とてですね、まあ、1円、このかけることなくですね、全額償還してるんですよ。もちろん利息も含め。そしてさらに、これ自国建て通貨、自国通貨建てですから東電ですけれども、外債、外国から戦争遂行のために日露戦争の時も、これロスチャイルドはじめ外資からお金を借りてるんですよね。まあ、それも全部ビタ1円、かけることなく返済しています。で、今まで日本政府がですね、要するに、国家の、信用がうんぬんとかですね、それから、内国債はあれだけども外国債の場合はとかいうことも含めて一回も、そういうものをですね、破綻したことはない。で、その事実をよく知ってくださったらですね、ね、その戦争の時でも国家の存亡の時でもそうであったのにも、今のようなこの日本の状況でですね、国債が返済不能になるなんてことはありえないわけですよ。
で、そのことを、もう少しまともに財務省は、考えないと、本当に自らの発言で市場を混乱させることになる、まあ、それがとんでもないことです。そして財務大臣、鈴木財務大臣もおそらく私が今言ったことをね、そういうことを財務省が言ってることはご存じないはずですが、副大臣等がですね、この事実を知ってるんですから、ぜひこの財務省の指導をしていただきたいと思いますね。そして、財政健全化目標、2025年黒字化目標と言ってますけれども、これはもう全く絵に描いた餅で、そんなことを達成できないし、達成したらですね、立ちどころにまた、この財政がじゃなくて経済が悪くなって、結局財政も自分でおかしくなっていくんですよ。要するにこの20年30年とですよ、全く間違ったことをやってきた財務省、まあ、このことをですね、本当に反省しないと、これとんでもないことになる。まあ、そういう財務省の姿勢を正すためにですね、私は財政政策検討本部を作ったんですけれども、次の、火曜日、来週の火曜日、月曜日から国会始まりますが、火曜日に、財政政策検討本部で、今回は、いわゆるですね、そもそも通貨発行というのは一体何なのかと。で、通貨発行の意味をですね、国会議員の先生方にしっかり、理解していただこうということで、そういうまた勉強会をやります。まあ、こういうことを何回かやってきて、財務省が我々に、教えてきたこと、言ってきたことが全く間違っていると。事実としてデタラメを彼らが言いまくって、結果的に先ほど言ったような、地方銀行まで誤った、このメッセージを発するようなことになっている。で、それがまさに市場を混乱させることですが、その混乱の原因を作っているのが財務省だと、このことを改めて今日は皆さん方に申し上げておきたいと思います。今日もご覧になっていただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル、登録と、高評価をプチッとお願いいたします。ありがとうございました。